はい、どうも皆さんこんにちは、タツチャンネルタツヤです。最近このような三脚を買ったんですけれども、まあこうやって机の上に立てておく三脚ですけれども、このようなものです。新しくこちらポケット三脚、ポケットサイズで持ち運び便利、ダイソーさんのものを買いました。本体はこんな感じとなります。この三脚はこの僕の持っているこの三脚と違って、足がこのように曲がるものなんですね。こうやってこのようにして机の上に置くときなどもこのようにしてこうやって曲げておくことによって安定しておくことができます。もちろんここにはカメラ用の三脚穴があるので、このようなスマホを固定するものをこのようにつければこのようにスマホなども固定ができます。もちろん三脚穴なので、カメラなども固定することができます。例えばこの三脚の使い道としては、例えばこのようによいしょ、では高い位置に三脚とかでカメラを固定したいって時に、こういうやつだと乗せるとすごい不安定になってしまうので、この足の曲がるこの三脚を使って、買ってから買ったんですけど、ここの曲がる部分がこの曲げてもこのすぐ戻っちゃう、こうやってこのように。多分この商品ですけれども、そんなに足を360度円みたいにして曲げて使うっていうことはあまりできない商品になっていると思います。まあ完全にこういう上にあるようなこういうものとかにつけたいときは、ちゃんとそのゴリラポットとかいう、まあこの辺に写真出しておくんですけど、この辺にそういうものを買ってやった方がいいと思います。あくまでもこれは机の上にちょっと置くだけくらいのものだと思ってください。以上、ダイソーのポケット三脚の紹介でした。